新刊、何が何でも長編小説が書きたい、大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、たまには SF の話をしよう。今日はマシュマロに寄せられた質問です。鈴木先生、こんにちは。はい、こんにちは。本ばかり読んでしまって、 なかなか執筆に手が出せない状態になっていると相談しました小説家志望の20代の者のです。おほほ。それあったな。配信聞きました。うん。どうもどうも。そこで先生がどんな本を読んでいるのかとおっしゃってくださったので、この場を借りてご連絡します。うん。どんな本読んでるのまずは先日、 先生の「何が何でも新人賞を取らせます」を拝読しましたえっとさ君カジなことを忘れているこのポッドキャストはさその新刊「何が何でも長編小説が書きたい」のキャンペーンなので「新人賞を取らせます」ではなくてさ「何が何でも長編小説が書きたい」 の方を買ってね <laughs>。履歴書の書き方やストーリーの流れを作る方法が大変勉強になりました。ねえー、っと。まあ、もうえー、私は今古典的なものを含め昔の本を読むようにしている、しています。<laughs> でシェイクスピアやジール・ベヌルルやコナンドイルの作品を読んでいます。 シェイクスピア。うーん、なるほどね。まあ、この話はまた後で、えー、っと、ちゃんと講師しいたします。ガストン・ルルーのオペラ座の怪人も、オペラ座の怪人も面白かったです。あれは、あの、うん、ミュージカルの方が面白いけどね。映画集まらなかったな。まあいいや。<laughs> 他には、カシワバサチコさんの霧の向こうの服 不思議な街を読みました。これはアニメ映画、千と千尋の神隠しの大元のアイデアになった話だそうで、以前から興味があったため読んでみました。えー、これは割とね、新しい作品だったので、僕は知りませんでした。うんと、不勉強で知らなかったので、うんと、いい本を教えてもらいました。早速取り寄せて読んでみます。えー、っと、うん。 最近は、後田隆さん、森、えー、後田さんいいね。後田さんが面白い、面白いんだったら、星新一さんも面白いと思うよ。えっ、ー、と、森見富彦さん。森見さんは先日あの、大学祭を相手にした時にも、話に出てたな失業との時にね。えー、森見さんってやっぱ、うんと、20代には、 その、面白いんだろうなっていう、巻面学ぶさんの小説にはまっています。おお、なるほどね。また、一度に複数の作者による短編が楽しめるアンソロジー本も読んでいます。あ、これね、いい本かな。えっ、ー、とお、やっぱアンソロジーっていうのは、あのね、えっ、ー、と、 独立したんあの、なんていうのうん。短編連作、あのね、短編って書くの難しいので、短編連作の場合だと、どうしても、今のが2本か3本ぐらいであったら、まあ、そこそこ水準作っていうことが多いんだけれど、アンソロジーで書き下ろしのアンソロジーは難しいので、あの、ベストセ つまりこういう、あの、アンソロジーの、まあ、編集をやる人がこういう、うん、テーマで集めましたっていう、まあそういうものだとか、あとは、えっ、ー、と、水作家協会では毎年、その、うん、その年に発表された短編のベストの、ベストミステリーっていう形で、えっ、ー、と、アンソロジーを組んでます。あれはすごく当たり外れが少なくて、であれはね、 その非常にいいアンソロジーなのでそれ、えっと、図書館に行くとお推理作家名館っていうようなそういうタイトルで講談社から多分出てると思うので、えー、それはあのど,どこの図書館でも必ず置いてあるはずなので、えー、推理作家協会編っていうことでまる年推理作家協会 水えー、ミステリーメーカーとか、なんかそんなようなタイトルなのでね。で、それで調べて読んでみるといい。で、そうすると、うん。短編がうまい人と長編がうまい人って必ずしもイコールではないんだけれど、その、短編が面白いければ、まあ、あのー、まあ、あ その短編が読ん,読んで面白かったなと思ったら多分その作家の作品ってその自分の章に合うのでそこからじゃあっていうことでその著者名を拾ってその著者名の作品をまた図書館でね読んでみるっていうそういうのがいいかなねえ予算の都合で単行本はあまり買えないため基本的に文庫や新書を楽しんでいますええー 今そさ、そ今その、うん、そうそう、まあい,いや、これあったでしょ。うん、予算の都合で単行本はあまり買えないため、基本的に文庫や新書を楽しんでいます。まあ今本当にその、うん、うん、ま,まあ本当に、 大変な時代だよねっていうのが正直なところです。うん、まあコストプッシュインフレとかまあそんなような話をしだすとキリがないので。えー、あのね、そのやっぱり時代は本当に変化してます。こう僕がデビューした当時というのは小説は最もあの手軽で安い娯楽だったんだ。 ええー、高くてもせいぜい1500円。ええー、1500円があの安い時代、安い娯楽だった時代があるんだよ。ええー、こう、映画館でまだ、あの、映画館がまだ、こう、盛んだったのと、ビデオがこんなに、その、ビデオっていうか DVD っていうか、その、 あの当時ようやくビデオショップがこう、お貸し出しがあって、で、月回避やら何やら考えてその、まあそこそこのお値段,お値段がした当時に、小説というのは1500円あるとお、しっかり1週間ぐらいしあの楽しめるっていう、まあそういう、 時代だったんだけれど今1500円あるとそのアマゾンだとかネットフリックスだとかのそのネット映画が見放題だよね,ねええまあ相対的に本当に高いお値段の高い娯楽になりましたその元を正すと図書館というのはその 本ってね高い娯楽だったんですよかつてねえー、まあ活版印刷が出て印刷が普及したとはいえ製本するのは時間もかかるしそれなりのを物数を出すというのは結構大変だったえー、夏目漱石だとか川,あの川端康成の初版物数って言ってそれこそ本当に2000とか3000とかっていう そういう時代だったのででまあ誰でも手軽にその安く読めるようにっていうことでその岩波文庫というものが創設されたでそこから他の出版社もあこういう形で安く方法あのやるその見える方法に読める方法を出しすればいいよねっていうことを。 で文庫という形態が出されんそれからとまあ,あ新書版ノベルスっていうものが出されえー、それからとおそれにあと戦後のあの再販価格制度というものがこう出て非常に本の流通量が増えるようになって本の値段が相対的に 下がっっていいたというそうこう再販価格制度ができるまで,では本って買い取りだったのでその新刊を出すのは本当に大変だったっていう話はえっ、ー、と聞いてますええー、そう僕の担当者が坂口安吾と 担当者が一緒だったっていう、すごい時代だよな。そういう話をすると自分のしでなんかこう、えって思うけど、そうなのよ。で、そういう時代があったので、で、あの、こうそういう再販価格制度ができる前っていうのは、ちっとやそっとで本っていうのは出してもらえなかったっていうん、まあそういう時代もあったんだけども、まあ要するに本ってそんなに高かった。で、ええー、 それをカバーするために図書館というものができたとは。で、今こういう、これがいいことか悪いことかっていうのは去っておいて、今こういう形で、その、全体的なし、その、収入だとかさ、可処分所得が大きく減っているこういう時代に、相対的に小説というのは高い娯楽になって、で、まあ、 あのその結果また図書館って復権してきたよねっていうのがまあ実感です。でまあ一応皆さんにお願いしたいのは新刊を買って新刊を買ってメルカリで売り飛ばしてまた新しい別の本を買うっていうやり方だと著者に一文も入らないのでどうせだったら図書館で読んでねっていうことがまず第一と あと、図書館で順番,順番待ちをするぐらいだったら、順番待ちをするような本は買ってね、と。で、図書館って新刊に飛びつくと本とこではなくて、その、あの新刊書店というのは、あそうだな、生物なので、ね、図書館っていうのは冷蔵庫だからさ、 生もので、まあ、いいのがあったなって飛びついた後、そういえばいいあ、こういうのもっていう時に冷蔵庫を開けて、こう、中覗いてみて、うんと、今夜のおかず何しようかなって時に冷蔵庫を開けてさらったりするじゃない。えー、っと、図書館ってそういうもんですで。どうしても新刊の書店はサイクルが早いけれども、 図書館に行くと腰を据えて置いているのでまあそりゃアマゾンで買ってくれれば一番いいけれど何の話をしてるんだ SF の話じゃねえのかよええー、そうそうこのお便りくださった方私は今昔の本を読むようにしていますうんなるほどねこうシェイクスピア うん、シェイクスピアを読んでいます。うん、いいね。青春してるよな。僕はシ、シェイクスピアは、えっと、高校の時に、その図書館にあったので、まあ、一通り全部読みました。なんでしょう、シェイクスピアを読んだかというと、 国語の問題集の例文にちょっとこう、ベニスの証人が置いてあったので、えー、こう、これ面白いじゃんと思ってんで読み出したらハマったんですな。あとは、高校の時に読書にはまった一番の理由は、授業についていけなくて、ずっと寝てるよりはさ、机の陰にこう隠して本読んでた方がさ、まだ時間潰せたので <laughs>、 で読み,読みまくってたってことはあるね。えー、知り合いの芽衣子さんがあの読書好きでさ本あの小説好きでその本って面白いよねって話で盛り上がった時にその芽衣子さんとねそうそうやっぱさその 学校の図書館ってさ、二往復ぐらいするよね。二往復っていうのは全部読んで、まあ一通り読んじゃったんで、もう一遍じゃあちょっと読もうかって言って読めってやつやでね。やっぱ学校の図書館って近くにあって、学校の近くに当たり前だよ、学校の中にあるよ。学校の中にあって借りやすいしさ。ん,んで、シェイクスピアは全部置いてあるので、で、まあ、ざっと読んだんだ。で、 こうシ,ョシェイクスピアそのものはねいきなり読んでもこうそのやっぱり難しいんでねあのなんでかっていうとこう演じられる役者がその役者が演じるっていうことを想定しているのでその書いてないところっていっぱいあるのでねだからあのシェイクスピアを読むときにはその映像化されたもの 今は、ええー、どうなんだろうな。ああ。まあ、ロメオとジュリエットは有名だけど、あの、で、アルパチーノのベニスの商人なんてのもお、手に入ると思う。で、えっ、ー、と、今、シェイクスピア、そうだな。うんと、検索で、その、アマゾンプライムで、その、 ななりなんなりでさシェイクスピアで検索してくるとさいろいろ出てくるかな、えー、そういった映像化されたものをまず当たってみてそれから本部に当たるというのもいいかもしれないえっとシェイクスピアっていうのはいろんな物語の原型になっているのでこうやっぱりね目を通しておくといいです、えー を映像化されたものを読んだら、原点読むのはいきなり難しいので、いきなりは難しいんで、その、チャールズ・ラムのリライトしたものとも悪くはないけど、その、子供向けにリライトされたもの、講談社青い鳥文庫だとか、ええー、と、カドカーだったかな、翼文庫だとかね、えー、そういうのがあるので、まあそういうところ おに目を通した方がいいかなと思いますうんしかしそのジュール・ヴェルヌ、ま、コナンドイルは、ね、あんまシャロック・ホームズだよねうんホームズの話はま,あまたそのうちするねリクエストがあったらあのシャロック・ホームズの話もするよええー、ジュール・ヴェルヌ 今日は SF の話をしようなんて話をしてるけど。うん、僕は、そうだな、ベルネよりも、え、えー、H.G. ウェルズとアイザック・アシマフを読んだ口かな。古いやな。あのね、50年ぐらい前、高度成長の頃。えー、50年。そう、50年だな。 ああ大体の大阪万博があって、その科学技術がものすごく発達するぞ。これからは世界は変わるぞっていうようなああ未来について大きく語られた。戦争が終わって、もう戦争がもう、もう第二次大戦が終わって、 その廃墟っていうのは全部復帰が大体終わって、さあこれからその、大きく成長して、先進国の仲間入りをするぜとかっていうような頃の時代に、その SF がね、ものすごくたくさん翻訳された時代があったんだ。で、SF がうん翻訳されて、それからと、 SF がたくさん書かれた時代でもあった。小松左京さんだとか、星新一さんだとか、筒井康高さんだとかが、もう最初に大活躍した頃が、この頃だよね。へぇ筒井さんはずっと一戦だ、第一戦で活躍しておられるかな。で、星さんは30年ぐらい前に、その、 千本書き終えたので、まあ、ショートショート千本書き終えたので、あとはまあそのリライトでっていう、あとは更新の、ああ更新の育成に力を入れておられたかな。っていう、う風だったかな。で、ね、まあ小松左京さんは、まあ、銀座で一辺か二辺、その、 銀座の L っていうお店が、あの当時あったんだけど、L っていう分断版が結構 SF の人が集まってたんでね、意外と、そう、僕はほら、あの吹けば飛ぶような、あの、作家さんでおお若せ、若手作家でさ、別に誰に注目されてるわけでもなかったので、まあ別にその相手にもされるその端っこの方に座ってて、 で、お姉さんに呼ばれて、その、こっちにいらっしゃいよって言われて、はいはいって言って、こう、末席に座って、はいはいって言って、いろいろお話を伺うって、まあ、その、そういうぐらいの立場だったので、まあ、あちら覚えてらっしゃらない。まあ、ねえ、星さんとは、あの、何度かお話しするって、まあ、その程度のもんだよなぁ。まあ、もうど、ど、どれ、いずれも雲の上の人の話だったんだけど、まあ、そういうふうだったんだけど、そう。 小学校から中学校にかけて、1960年代から70年代にかけてっていうと、土頭のようにこう SF があの翻訳されてたんで、もうそれ片っ端から読んだっていう記憶があるよね。あのー、 ベルヌはやっぱりその当時でも古かったかな。人間を描くことってあんまりしてない人。今から思うとね。えっと、HG ウェルズの方は、まあ、はあは、ウェルズっていうのは歴史家なので、その、宇宙戦争をね、火星人が攻めてくるよっていう。まあ、それはその当時でさえも、あの、古い思想だと言われてたんだけど、っていうか、その50年前はね、発表された当時はなく、当時ではなくね。ただ、 あの、アシモフがそれを解説してたんだけど、あれ、あの、火星人が攻めてきて、地球を次々と無慈悲,無慈悲に侵略していくっていうのは、これは、その当時の、そのウェルズがいた当時の、その帝国主義、イギリスの帝国主義にこう侵略される側の人間の立場から見た、 歴史っていうものを、まあ、火星人に侵略される、その人類っていう、そういう視点から描いたもんだよねって言われて、そういう指摘を愛読家ア,アシュモフがしてて、ああそうなんだっていう、そういう記憶があります。で、アシモフは、あの、 まあ,もまあ我はロボットってロボット三原則ってもう我々の世代の <laughs> 一般常識 <laughs> かな <laughs> まあその50年前に読んだ時にはまあ未来でこのロボット三原則ってこれが標準装備されるぜって言わ,言われてたんだけど今こうしてさ こう、ロボットが床掃除してくれるじ、あのお、ロボットがお掃除してくれるような時代でさ、になってるとさ、いや、ロボット三原則って結構ザルだから使い物にならなな。<laughs> まあ、そんなようなことは思うよね。で、あと、そう。 アシモフは鋼鉄と、鋼鉄都市っていうのがあって、ミステリーと SF がその合体した小説とかっていう、うん。あの当時は結構、そう、いろんなロジックの、その、アシモフってすごく論理的な人なので、あのロジックが、あ,あ面白くて、ああ,ああ、なるほどね、なんていうことを思いました。で、 銀河帝国の攻防は一応読んだけど、うん、まあ、それほどでもっていうのが印象かな。で、まあ、むしろ、あれだよね。銀河英雄伝説の方がはるかに面白いよね。足もよりもね。<laughs> そう、その50年ぐらい前に大量に翻訳されたのっていうのが、 これ、岩崎、岩崎書店という、そういう書店が、あの出版社があって、そこが SF シリーズって、子供 SF シリーズっていうのがあって、そこからこう、ずっと片っ端から読んでいったよね。その、ジョン・ウィンダムだとか、ジョン・ウィンダムのさ、海流現るっていうのがさ、ええー、なんか違うタイトルで出とったな。あとは、 月が墜落する話だとかね。でも月が墜落する話なんだけど、墜落するんだけど、その墜落した月の資源を求めて、その戦争に駆り出されてなんてそんな話だったね。あとはハル・クレメントのあの時は宇宙人でかっていうようなタイトルがついてたけど、あれがね、えっ、ー、と、 おそう。アメバみたいな、その宇宙人が犯罪者を追いかけていって、それで人間の体をにその入ってきて、そして追いかけるって、まあそんなような話だったな。こう、あの当時って本当に科学が未発達だった時代。っていうかまあ、 割と SF が割と大雑把で許された時代だったからね、こういう、え、こんなっていうものまで通って、あの、通っててね、バンボークとのさ、あの、宇宙船ビーグル号の冒険なんてのはさ、あの、カールが出てくるところが面白かったけどね。あの、あとあの当時は、あの当時ソビエト連邦と言ったんだけども、 その、そ、あの、ソ連のね、旧ソ連の <laughs>、割とそういう SF 小説って、えー、盛んだったので、ベリアエフだとか読んだな。キャプテンフューチャーも何冊かそういう子供向けにリライトされたものがあったんだけど、あれは今読むと、ははーんって、<laughs> そんなようなもんが結構あったかな。 ある程度年老いを言ってくると短編集、短編のものが多かったから、要はね、高校の時に読みふけた SF はさ、授業で教科書の授業がわからなくて、その、サボって読んだので、そうすると、こそこそ読んだからさ、短編集が多いんだよ。で、まあ、筒井さんの短編集だとか、あと吉井淳之介なんかも読んだんだけど、SF だと、 その、ブラッドベリーとフレデリック・ブラウンが、まあ、割り方よく手に入ったのでね。や <laughs> みました。フレデリック・ブラウンは今は手に入らないね。うん。あの、フレデリック・ブラウンの乾いた感じの、うん、ユーマアが好きでね。まあ、こう、田中、 フ文さんが現在そのフレドリック・ブラウンがやっぱ好きでよく読んでて書いてるっていうことで田中宏文さんのそのくだらない小説がさ「うーん銀河帝国も弘法の筆の誤り銀河帝国の弘法の筆も誤りだったかな」だとかさ もう、のけぞって笑ったんだよね。で、まあ、ブラッドベリーはあの好きな人が多い。で、僕は読んだ時にこう、なんかこう、すごくウェットだよねっていう、そういうイメージが多かったけれどね。まあ、本当に、その、こう、SF にはハマったよねっていう、そんな話。 うん、スタートレックもね、ウィリアム・シャトナーのシリーズが大好きでね。ええ。今、ネットフリックスで全部見直せるんだけど、さすがに古いよね。そのテーマがね。で、ね、え。まあ、面白いのは面白いけど、いや、結構当たり外れ、こうやって見てあるよねっていう。 もう、あの、何度も再放送されたので何度も見てるんだけし、もうあらすじ、もう大体覚えてるよねっていう感じなんだけど、まあ本当にそのアメリカ帝国主義時代のっていう、まあそういう感じのが色濃い <laughs>。まあ時代というのは変わるもんだよねっていう、まあそんな風だよね。そう。 で、まあ、気がつくと、S、もう夢中になって読んだ SF は全然書いておらず。まあでも夢中になった歴史小説う書いてるからいいのか。ね。えー、んだとか、あらな、ミステリーも、そ,そこまで、 どっぷりハマるほどのミステリーは読んでないかな。クリスティは結構、その、登場人物の区別がつかないので、結構クリスティは僕は投げてることが多いので、まあ、てか、ほとんどまともに読んでないよね。えノンフィクションは本当にむさぼるように片っ端から読んだけど、意外と小説で読んでないかも、こうしてみると。 うんね、まあそうあれだけ SF にハマったのに自分では全然書いてないっていうのがいやだってさ SF の人今どうなんだろうなその僕がデビューした当時ってさ SF って面倒くさかったんだよ SF の人ってこういやーこれは SF じゃないとかなんとかかんとかって いや、そういう議論する人が多くってさ、いや、そのことや、いや、これ、そばによってめんどくさいよな、っていうことで、結局、そのまま、SF は書かないまま、うんえー、今日に至ってるっていう、歴史小説だって十分めんどくさい人いるけどさ。<laughs> うん。 まあかつての SF を今のライトノベルがこう押さえてるのかなっていう気はちょっと気するけどねねええー、異世界ものっていうのは大体もう知らない間になんとなくそのナーロッパなんていうような約束ごとってみんな共通の約束をとってできてたりしてでそれを僕が 知らなかったりするだけだったりするからね。うん、時代は変わるのでとにかく追いつこうとは思わないけれど時代に追いついたってその取り残されるだけだからねまあただこういう流れがあるよって知っておくのは必要だよななんていうことは思う今日この頃です。 この番組では皆様からのお便りご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝接賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は、この番組は、YouTube をキーステーションに、サウンドクラウド、アッ Apple Podcast、Google グ Podcast グ、Spotify などの、Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、鈴木喜一郎作家日記、今日はそんなところで、ではではでは。